殿の下旨が下った。我らも出るぞ。納得いかねえ。納得いかねえぞ、おじき。10倍もの敵にどう戦う？策は？信長様から何も聞かされてねえのか？ただ負けるだけの戦っていうなら、どちら顔で語りな！俊家、わぬしは何者ぞ？俺は、もののくだ。なれば納得など無用。わしらの魂は、すでに戦場ぞ。鬼柴田が君の魂見せてやろうじゃねえか。永禄3年街道一の弓取り今川義元は大軍を率い駿府を出発、京を目指した。途上今川軍は織田領に侵入、義元は織田領制圧を命令する。これに対し織田家家老柴田勝家は自らをおじきと慕う前田利家らと共に桶狭間へ急行をした。勝家らの軍は今川の10分の1にも満たなかった。しかし勝家は織田家を守るため今川の大軍に完全と立ち向かった。街道一の弓取り聡明高転びに転ぶか。第1話桶狭間の戦い。時代よ、この柴田が見定める。
Let's go.
楽しみだ。吉本の死により